つびれさんか。そろそろ作戦開始の時間だ。もう準備はいいかな。まだまだまだあるだろう。風呂はない。花組隊長、神山清十郎殿、空中戦艦ミカサへの着艦お疲れ様です。君あれ演技だったんか。はい、お疲れ様です。あの、本当にイツキちゃんが…イツキ感激ってあれ演技だったのか。本当に私ですよ。だって私、マジで月組ですから。で、もしかして、実は気づいてました？ネタバレ動画でな。私の正体、途中から分かってた、とか。その通りや。もちろん気づいてたよ、ネタバレ動画で。もちろん気づいていたよ。何しろ兵撃について俺たちも詳しいし、月組かどうかはともかくただのファンじゃないなとは思ってたよ。兵撃の知識はただの趣味です。だって開演前にいるしな。本当に兵撃の大ファンなんだから。でも私が普通じゃないと気づくのはすごいです。さすがは花組隊長って感じですね。唯一パンチラしてくれるし普通じゃねえ。神山さん、改めてよろしく。帝国歌劇団月組、西条美月です。唯一簡単に見えるし。ただどんな風に接すればいいかちょっと迷ってしまうね。いつも通りでいいですよ。帝劇にいたのは任務半分、趣味が半分。ううん、9割だもの。だから今まで通り、私のことは帝劇のファンってことでよろしくね。早くいつものやって。ああ、わかった。いつきちゃん、これからもよろしく。やらないんかい。私は何よりも帝劇のファンだから、そういうことでこれからもよろしくね。いつき感激ってやるや。手堅いですな、今回ばっかりは。さすがにこれが限界のようです。無念。お、エリカ・フォンティーヌ、恋せよ乙女、フォーカ。帝都にやってきたエリカの日常のひととき。大神さん、エリカ会いに来ちゃいました。で、アニメで神山隊長がやたら欧州に行ってるっていう設定があるんですけど、それが新桜2になるんじゃないですかね。で、エリカたちサイドを描く的なと予想してるんですけど、つまり10年後のパリ歌劇団的な。空の上で入る温泉、贅沢の極みじゃないか。誰も入ってない。誰も死なせはしない。自信を持て、神山清十郎。最後の晩餐ならぬ最後の温泉。いや、やめよう、縁起でもない。風呂で温まりすぎた時はここで休むのが一番だ。花組のみんなもそうしてるのかな。何もない。最後に一っ風呂浴びようという生きのいい女はいないのか。お待たせ。
さくら。清州郎さん。また落ち込んでるのかい？大丈夫か？少し顔色が悪いみたいだけど。やっぱり清州郎さんには分かっちゃいますね。私怖いんです。この戦いで誰かが犠牲になったらって考えると。君や大丈夫だ、さくら。俺が絶対にみんなを守ってみせる。失敗したら君が犠牲になるんやで。清州郎さん、清州郎さん、私にその勇気を分けてください。意味深。さくら、さくら君。私こんなにドキドキしてるんです。ああ、わかるよ。ああ、これあったな、ワンの時も。あったあった。こうしていると不安が消えていく。胸に手当ててみてください的なイベントあったわ。それだけじゃなくて、清州郎さんの手が震えているのもわかります。さくら、今こそ子供の頃の約束を果たすよ。俺はさくらに感謝している。焦るな。感謝？何をですか？完全にタッチしてる。舞台で未来を作る帝国歌劇団を俺は本当に愛しているんだ。霊力吸い取られてない？ここに連れてきてくれた君に俺は本当に感謝しているよ。清州郎さん、そんな子供の頃の他愛のない約束です。さくらがそれ言っちゃダメだろ。子供同士の他愛のない約束だけど、その熱い思いが、夢が俺をここに連れてきてくれたんだ。今こそ君に恩返しをする時。今？約束を果たす時だ。終わった後じゃなくて。さくら、君は俺が守る。はい、はい、ありがとうございます、清十郎さん。ありがとうございます。2時間後、清十郎さんのおかげで勇気が湧いてきました。デートのために、みんなのために、私たち帝国歌劇団は絶対に負けない。頑張りましょう、清十郎さん。ああ、一緒に頑張ろう、さくら。神山さん、窓から外を見てみましたか？外？ああ、普段見ている景色と違ってて、なんだか不思議な気分だよな。はい、とても空が近く見えるんです。こんなに空が近いなら、お母さんも近くで見てくれてるかな。暗い。さくら、大丈夫だよ。こんなに頑張っているんだ。ちゃんと見守っていてくれているさ。そうですよね。お母さん、私頑張ってるよ。だから見守っててください。すいません、なんだかしんみりしちゃいましたね。さあ、お母さんも見守ってくれていますし、清十郎さん、最後の戦い頑張りましょうね。お母さん奪われたままですけど。行くぞ。よし、準備万端や。もはや思い残すことはない。神山清十郎、入ります。みんな集まったわね。では作戦の説明を行うわ。現在帝剣を奪った玄庵は要塞と化した競技場に潜んでいますわ。ですが多数の空中戦艦と大量の鉱魔によって競技場に近寄ることができません。この固い防御を突破するのが空中戦艦
ミカサの役目を。また突っ込むんでしょ。大きな被害は避けられない。でも絶対にあなたたちを競技場に届けますわ。スミレさん、危険なのはお互い様ですもの。そんな顔はしないでいただきたいですわ。競技場に入って命がけの戦いはむしろそこからです。せやからそこまでの道はドーンとアテラに任せとけばええんや。アテラ、ありがとうございます。必ず必ず期待に応えます。とはいえ今回は今までにない熾烈な戦いになるわ。指揮を取るあなたの身にも万が一のことが考えられる。マジっすか。だから神山くん、帝国歌劇団花組、あったなこんなの、副隊長を決めてちょうだい。なぞってますね。花組の副隊長ですか。そう、あなたのそばにいてあなたを助けてくれる。それが最終的にエンディングになる。あなたが自分の意志を、思いを託せる人よ。俺の正義の意志を、セーブ分けといてもいいか。平和への思いを託せる人。わかりました。重要な決断よ。決心がついたら私に声をかけてちょうだい。反撃開始。花組魔城へ出撃せよ。あ、もう二人しか選べないんだ。なるほどな。一番好感度が高い二人っていうことか。じゃあ小町さんで。いよいよやな。頼むで神山さん。あら、私を副隊長にしたい、そうおっしゃるのですか。冗談ですよ、ふふ。あ、清十郎、アザミを副隊長にするか。できないでしょ。いや、俺はまだアザミに十分信頼されていないと感じる。ここまで来て。副隊長は他から選ぼう。俺は隊長失格。神山さん、クラリスを副隊長にするか。いや、俺はまだクラリスに十分信頼されていないと感じる。副隊長は他から選ぼう。この局面でそれはダメでしょ。神山、アナスタシアを副隊長にするか。いや、俺はまだアナスタシアに十分信頼されていないと感じる。一回一回取ってったのかな。副隊長は他から選ぼう。差分。初歩を副隊長にするか。やめておく。いや、もう少し考えてみよう。ここで桜選ばないやついんのかよ。清十郎さん、桜を副隊長にするか。副隊長にする。よし、決めたぞ。花組の副隊長は桜しかいない。これでスミレさんか。花組の副隊長は決まったかしら。もう少し待ってください。変えられるんだ。副隊長はさくらだ。はい、決まりました。彼女しか考えられません。では誰を副隊長に決めたのか、あなたの決意を聞かせてちょうだい。言いづらい。俺が副隊長に決めたのは、さくら、君が副隊長だ。私が。さくらルート確定。頼むぜ、さくら。さくらなら安心して背中を預けられる。ついにというか、ようやくというかですね。さくらなら当然だわ。おめでとう、師匠。私でいいんで
俺はいい加減な気持ちで君を副隊長に選んだわけじゃない。俺には君が必要なんだ。副隊長として一緒に戦ってくれ。嬉しい、嬉しいです。私精一杯頑張ります。これで決定ですわね。副隊長は決まりましたけれど、花組は全員揃ってこそですわ。みんなで神山くんを支えてあげてね。はい、お願いします。では作戦開始よ。総員準備はよろしいですわね。目標、帝国競技場、空中戦艦ミカサ発進。さすがにムービーかな。アイキャッチ入りそうだな。来た。発射準備。いきなり撃つ。発射準備。手を止めるなよ。急げ。主砲、照準固定。目標、競技場外壁。着弾誤差予測、1メートルありません。行けます。主砲、撃て。なんでそうなんの。新シャインスパークみたいなのやめろ。レーザー砲じゃん。やった、競技場外壁の破壊に成功したで。このまま内部に突入しますわ。期間最大。ゲントごと吹っ飛ばせそうだけど。何としても突破するのよ。神山くんたちを競技場に届けるために。そら分かってるけど、こいつはきっついで。副砲とかないのか。副砲開け。あるんかい。全力応戦。被弾率 40% を越しました。航行不能まで。守りが薄すぎる。競技場につければ沈んでもいい。なんとか持たせて。いつもそれじゃん。敵の攻撃が止んだ。敵艦発砲停止。これは一体どういうことなの。乗り込まれた。原案総鉄。落ち着きなさい。ただの幻を。原案だけに。すでに定剣は発動した。弦と降臨までもすごいブリーチっぽい。今さら貴様たちが抗っても無駄だ。ブリーチっぽい敵だ。俺たちは決して諦めない。何を言っても無駄だ。お前たちはそうかもしれん。だがそこの女はどうかな。ダニ？スミレさん。ゲントの封印が解ければ確かにコーマ王様は復活する。だが同時に旧過激団の者たちも帰ってくるのだ。その辺の葛藤ね。お前はそれを望み、それを願い、長きにわたって戦い続けてきたのではないのか。わかるか。お前の目的は我が目的と同じなのだ。逆らうなスミレよ。美しい。今すぐ撤退し、ゲントの降臨を見守ってくれ。嘘ついているぜこいつは。スミレさん、昔のことは忘れましょう。撤退するんすか。俺は信じています。俺は信じています。スミレさん。さてお前の考え通りにスミレは動くかな。呼び捨てにするな、いやらしい。さあ舞台から降りるのだ。そして我と共に祈ろう。ゲントの復活を。
スミレさん！あの時、あと一歩のところで私の霊力は尽きてしまった。尽きたっていうことはもう補充できないのかね。取り残された。補充みんなと一緒に行くことができませんでしたわ。目の前で手を伸ばせば届くような、そんなわずかな距離なのに、私はみんなが消えていくのをただ見つめるしかできなかった。みんなに会いたい。設定が重い。それだけを思い続けて、眠れぬ夜を何度過ごしたことでしょう。その気持ちだけは嘘偽りのない真実の思いですわ。そうだろう、わかるよ、痛いほどにね。でも手伸ばしても幻じゃないのか。これはゲントが復活すれば終わる。共にその瞬間を喜ぼうではないか。お黙りなさい。さくらさんはいなくなるとき、目の前で私を見て笑いましたの。よかった、スミレさんが残ってくれて。これで私たちがいなくてもテイトは安心だって。みんなを助けるためにコウマの口車に乗ってテイトを危険にさらす。そんなことをしたら花組のみんなに顔向けできませんわ。余裕だ。悪を倒して正義を示す。私を、帝国歌劇団花組を舐めないでいただけますこと。スミレさん、で、出ますよ。貴様、その言葉もう取り消すことはできんぞ。ならばかかってくるがいい。貴様らに真の絶望を教えてやろう。スミレさん、かっこよかったです。ありがとう。いや、お金だろう。これが帝国歌劇団花組トップスターの貫禄ですか。さすがや。里の掟103条。100超えるんか。神崎すみれは怒らせるな、絶対だぞ。さすがね。本当に良かったんですか。ええ、あの方たちはしぶといですから、きっと自分たちで帰ってきますわ。飲食とかどうすんだろう。衣食住どうすんだろう。敵空中戦艦の砲撃やで。うひゃ、すごい数や。花組隊員は出撃準備を。今すぐ量子戦闘機に乗り込んでちょうだい。これから先命の保証はできませんわ。もしミカサが落ちても。モデリングすごいな。脱出して絶対に競技場にたどり着くのよ。スミレさん、行きなさい。アニメ見た後だと改めてすごいと思うな。花組は機体に搭乗せよ。突入作戦を開始する。了解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 。敵艦一斉に行動を再開しました。次々と砲撃してきます。ちょっと待ってや。この数は。なーに、いつも通りだ。下げ、敵ミサイル多数来ます。あかん、これを受けたらもう止まってまうで。お、上海。上海歌劇団、これは熱い。よっしゃよっしゃ、勝った。助けに来たよ、遅れてごめんね。ありがとう。プレイヤブル化して。敵はまだまだいるんだ、行くぞ。飛べんの。どんどん来い。どんどんか。
DGM 切り替わってってんのか。熱いわ。まだまだ無茶です。このままではロンドン歌劇団は前進ですわ。彼らの意志を無駄にしてはダメ。さすがにミカサよりは劣るのか。王に逆らう者に鉄槌よ。何それ。断罪。オーバーロードエクスカリバー。ちょっとパロディっぽいな、あれの。だが道は開いた。行け帝国歌劇団。ありがとうアーサー、ありがとうみんな。飛んでベルリンか。いつも。みんな無事？なんとか大丈夫です。死ぬかと思ったで。神山くん、そっちは大丈夫？はい、これより花組は競技場内部に突入します。私にできるのはここまで。あとは頼みましたわ。絶対に生きて帰るんやで。ご分を。かっこいい。ここまで来てもらったんだ、負けられねえぜ。もちろん負けるつもりなんてありません。これも実質劇場アニメだろ。取り戻す。そしてヘイトに平和を。行きましょう千秋郎さん。よし行くぞ。帝国歌劇団花組出撃。了解。決まったで。ん？ゴールみたいな。結婚式みたいな。お、スミレさん。